始まりました。ウマヅラビデオの怪しい密会。お願いします。お願いします。お願いします。この番組はですね、だいたい月に一度ゲストをお呼びしまして、ウマヅラビデオが普段聞かないお話を伺うという特別企画となっております。今日は雰囲気を変えてみました。なんかいつもと違いますね。はい、雰囲気を変えてみました。夜だね。そして今回の特別ゲストはオカルトコレクター田中俊之さんです。よろしくお願いします。どうも、オカルトコレクター田中俊之です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。普段見てた人だ。いやいや、こっちもですよ、ね、見てましたけど、あの怪談話って聞くんですか、マズラさんとかって都市伝説の。そうですね、あのたまに聞くぐらいですかね。確かに、あんま怖いのはちょっと怖いんでなんかそういう霊感みたいなのあるんですか、3人は。僕霊感、あ、霊は見えたりとかそのは普段はないですけど、でもやっぱキャパ超えると見えるようになりますね。あ、覚醒するというか、あの、はい、心霊スポットとかでなんか感覚が研ぎ澄ましちゃうと、ああ急になんか端っことかで影が見えたりとかはあります。いいって言われたけどなんかもう誰が行っても分かるみたいな場所あるよね。ああ、そうなんだ。まあそ、まあ、変な空気感みたいなの感じたりありますけどね、うん、そうですね。ウマヅラさん、あれですね、生まれたての赤ちゃんみたいな目してますよね本当ですか。呪物じゃなくて大丈夫ですすっごい綺麗なんです。本当ですか、ありがとうございます。呪物かもしれませんね、まあ、うちの、 あの特急呪物はあの、はい、特急呪物、はい、もう目腐っちゃってます。腐っちゃってます田中さんはあの、まあ、普段は呪物コレクターだったりとか、あと怪談師として活動されてると思うんですけれども、はい、まあ、何がきっかけでその怪談師とか呪物コレクターになられたんですか。あの怪談はもう完璧にお母さんの影響で、はい、あ、あの僕らの時ってね、はい、VHS って分かりますビデオ、はいはいはい、四角いの、はいはい、あれのレンタルビデオ屋が出だした頃なんです、子供の時。なるほど。物心ついたぐらい、はい、でよく、まあ、子供やからビデオ借りたくても借りれないんで、うん、母親がいつも行って借りてくれてたんですよ、うんうん、それが絶対同じ日本で、うん、あの稲川淳二さんと、うん、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドの2本しか借りてこないんですよ。もうその2本って決まってるんですか。そうですよ。で稲川淳二さんの方は、はい、あのまたシリーズがあるんで、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドゾンビ映画はずっとそれなんですよねだからなんかそういう風に、はい、あのみんなの子供の時プロずっと見てたんで、もう英才教育みたいな感じになってるんですね。確かに。母親が霊能者とかも好きだったんで、はい、なんか物心ついてこう記憶にあるんが、うん、なんか暗い室で、うん、おばあちゃんに母親がなんか悩みを相談してるっていうのがすごい記憶に残ってます。へえ。途上にありました。あ、そういう感じだったんですね。で怪談を やり始めて、うん、で怪談をやってたら、あのライブとかでお客さんが、はい、この人形を不幸になるんで預かってくれませんかとか言って持ってくるんですよ。こうそういうことなんですか。そうですよ。それで僕基本あの生きてる上で断るっていうのないんですよ。イエスかな。イエスなるほど。だからそれで、あ、いいですよって言って全部もらっていってたら、はい、集まってきたっていう。最初はあんまし興味なかったですけどね、呪物の方は。あ、でもその断らずにもう全て受け入れてたらいつの間にか。そうです。それでそこからは今はもう、うん、あのすごい興味あって積極的に集めてるんですけど、うんうんうん、へえ、そういうことなんですね。はあ、うちの彼も預かってもらっていいですか。あ、どっちかって言ったらその腐った目の方がいいんで、うん、あ、本当ですか。一部分だけさ、たまに血まなこになりますけどね。まあでも人体の呪物もありますからね。いや、見てみたい。やっぱそれ、やっぱなんかそういう信仰だったりとかっていうもので使うってことですかね。目も確かあったと思う。目、カピカピじゃないですか、だって目とかも。確かに、まあ干からびますけど。そうですよね。どんぐらいの大きさになっちゃうんですか。まあちょっと小さくなるぐらいです。もうだから目ってわからない。あ、そういう感じなんですね。ほぼ水分やと思うんで。まあ、なるほど。確かに、確かに。ほんまに、なんかピラピラになると思うんですよ。目薬さしたらね、どうなっちゃうんだろう、ね、まあ、うるっとするわけですよ。あのね、今後、まあ、その辺のね、呪物の紹介とか、うん、あのメンバーシップの方でちょっと、うん、ね、あの紹介していただこうと思ってますので、皆さん、ぜひメンバーシップの方もあの登録していただければと思います。はい、いいですね。今回ですね、田中俊之さんも、とっておきの怪談をいくつかちょっとご紹介いただけるということで。はい。
ちょっと早速紹介をしていきたいなと思うんですけれども、はい、そうですよね、はい、なんかどうしようか、なんかどれにしようかなって迷ってるんですけど、なるほど、うん、ちょっと、はい、うん、まあ、はい、あの、都内に本社があるサラリーマンの男性から聞いた話なんですけど、はい、その方が広島出張になったんですよ、はいはい、1年間、うんうん、で広島に行ったんですね、うん、で、はい、その広島初めて行く土地やったんですよ彼は、うんうん、だから右も左も分からないし、うん、はい、で広島の支社も知り合いいなかったんで、うん、あのもう緊張しながら仕事をやってたんですよ、うんうん、でその中でちょっと年配の人で内田さんっていう、はい、男性がいたんですよ、はい、で内田さんがなんかそれ見かねてすごい世話してくれたんですよ、うん、で、まあ、会社の方もで会社終わってからもここうまい店あんねんやとか、うん、嬉しいですね、うん、連れて行ってくれたんですよ、うんうん、で仲良くなっててある日ね、まあ、金曜とかやったかな、だから土日が会社休みやからなんか飲みすぎたんですよ、うん、でパッて時計見たらもう終電逃してたんですよ、うん、でこう口に思わず口に出してあ今日終電逃してもたって言って漫画喫茶かどっか行こうかなってパッボソって言ったんですよ、はい、でその内田さんが内田さんと一緒に飲みに行ってるので、はい、あじゃあ家泊まっていきなよって言うんですよ、うんうん、そのお金かかるし、うんうんうん、えいいんですかって、うん、ご家族とか言い張るんちゃうんですかと聞いたら、うん、いや結婚してて家庭もあったけど離婚してんねんって、うん、でもともと奥さんも出てってるから、うん、なるほどね、一人やからもう全然気にせんでええよって、うんうんうん、じゃあ言葉に甘えてって言ってその内田さんの家に初めて行くことになった、はい、まあ12時過ぎて1時前ぐらいですよ、うん、行く道中のコンビニで、まあ、二次会開こうって、うん、内田さんの家で、うん、もう一回飲み直そうって言って、はい、おつまみとか買って酒のつまみとか買って、うん、はい、で家に行ったんですよ、家がマンションのなんか5、6階建てぐらいのマンションで、うん、それの2階の一番奥の部屋なんですよ、うん、角部屋です、角部屋なんですよ、うん、で入って入ったらリビングがあってでよ左にキッチンがあって、はい、でさらに奥に居間があるんですよ、居間がね、うん、でその右に、まあ、だから家族で住んでたんですよ、うん、その右にまた和室の部屋が、うんうん、そこは襖で仕切られてて、うん、で、まあ、入ってた、まあ、ダイニングキッチンで、はい、で今に2人で行って、うん、買ってきた酒と魚をバーッと出して、うん、ガーッて飲み直してたんですよ、うん、で彼がねパッと気づいたのが声でかいなと思ったんですよ、内田さんが、内田さんの声で、うん、自分も結構酔ってるから、はい、俺の声もやばいんちゃうかなと思って、うん、で、ま、マンションでしょ、うん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 、で俺隣の部屋とかこれ苦情来るんちゃうと思って、うん、そんなそんなでかい声結構でかかったみたいな相当飲み足りなかったですねでだから内田さんちょっと声でかないっすかって言って、うん、これ隣の部屋とか苦情来ないっすかって、うん、こんな時間もう 2時とかですから、じゃあ大丈夫大丈夫って言って、あのうちのはあの部屋あるやろって言って、その内田さんの部屋確か205とかやったんですよ、はい、その上の305、うん、でその隣の304、うん、その下の、まあ、内田さんの205の隣の204、うん、でその下の104、うん、105って、うん、あのなんか内田さんの部屋を中心にくり抜いているかのように、うん、人が住んでない、でも1年ぐらい他は住んでるんですよ、うん、でも内田さんの周りだけ住んでない、うん、不思議、まあ、声でかいからって話その可能性はあるんだけどだから全然気にせんでええよって、うん、それで彼も不思議やなと思ったんですよ、うん、そうですよね、うん、なんか変やなとは思う、うんうんうん、だからもう声出してもそんなあんま怒られへんねんって言って、うん、あそっかって、それでまあ一人やしなと思いながら、まあ自分はできるだけこう小さくしようと思って飲んでてるんですよ、うんうん、じゃあねその隣の和室からなんかうーっていううめき声が聞こえてる、うん、であれと思って、うん、家族
出てったって言ったの、うんうん、そうですよね、そうか、うん、おるんかなと思ったら、うん、こう次こう時短だみたいな聞こえるんですよ、怖いな、いやこれ絶対おるやんと思って、うん、いや内田さん、うん、家族いますやん、ね、うん、別の内田はでいますやん、うん、やんぐらいで、うん、内田さんが、うん、で舌打ちしたんですよ、なんで、で、うん、まあ座って飲んでましたから、うん、バーッと立って、うん、襖の方和室の方に行って、うん、襖閉まってるんですけど、はい、その襖の隣に角材立てかけてあるんですよ、うん、角材ね、うん、でそれ取って襖をスッと開けて、うん、またスッと閉めて、うん、お前黙っとけ言っとるやろーって言って角材をビュンビュン振り回す音が聞こえるんですよ、でお前静かにしろーとか言って、はい、でそれで、まあ、童話、内田さんの童話が響くんですよ、うん、で襖閉まってるからその和室の部屋で何をしてるのか分かんない、うん、でも童話が聞こえるし、うん、それにこうしてさっきの海き声がうわーってこう時短だも激しいなるんですよ、そのビュンビュンみたいな、はい、風を切る音、はい、角材がで、たまに柱にカーンって当たったり、はい、なんか畳にザッって言う音、うん、はあ、こらーって言って大暴れっすね、大暴れしてるんですよ、うん、で、おーって、はい、でめちゃくちゃ怖かったんですって、うん、何がいるのそこに、何これみたいな、うん、で、内田さん普段優しいのに、うん、なんでこんな表現してんの、うん、怖ーって固まってて、うん、じゃピタッと音が止まったんですよ、うん、内田さんの声も、うんうん、じゃあ、ふすまがスッと開いて、角材持った内田さんが、で、肩で息してるんですよ、うん。で、たまに出てきよるから、追っ払わなあかんねんって言って、角材コロンって捨てて、ふすまスッと閉めて、もうだいぶ酔っ払ってたんで、うん、そのままバダーンって倒れて寝たんですよ。うんうん、で、なんやん、たまにっていう、どういうこと、うんうん、気になるじゃないですか、その部屋。うん、はいはい、襖が少し開いてるんですよ、うん、だから全貌は見れんけどこう体を反らしたら、ま、半分、うん、ま、6割ぐらい見えるぐらいちょっと開いてるんですよ、うん、和室の部屋が、うん、で電気は消えてる暗いんですよ、うん、でもこっちの今の明かりが差し込んでるからちょっと見えると思って、うん、めっちゃ怖いけど見たいなと、うん、でのけぞりながらこう見たんですよ、うん、じゃあその部屋家具とかも何にもないんですよ、うん、で電気ももちろんなくて、うん、でもちろん人もいない、うん、何にもない部屋でもただ何年も暴れた跡があるんです、はあ、じゃあ結構ズタズタになってるんですね、ボロボロなんです、柱とか、はい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 、その押し入れのところもボロボロになってるし、うん、で畳がなんかささくれ立ってるとか、うん、でも声聞こえてズタンダも聞こえたしと思って、うん、ええってなって、うん、気持ち悪いってなって、うん、でこっから早く出たいと思ったけどまだ始発までちょっとあるし、うん、どうしようと思って、でもなんかこういう怖がってんのを内田さんになんか悟られるのも嫌やなと思って、うん、なぜ始発前にとりあえず出て、うん、その場でちょっとだけ我慢して、うん、で内田さんにちょっと僕仕事を立て込んでるんで先行きますわって言って、はい、家出たんですよ、うん、朝方4時半ぐらい、うんうん、で始発で帰って、でそのことがあってから内田さんにどんだけ誘われようが、うん、なんか理由つけて断ったんですよ、うん、で1年間の出張が終わったんですよ、うん、無事に、うん、で本社に帰った、うん、で本社に帰って半年後ぐらい、うん、その同僚のやつが、お前広島の内田さんって知ってる？って言って、うん、いや知ってるよって言って仲良く してたよ、はいはいはい、どないしたんって言ったら、なんか亡くなったらしいでって言ってきて、でその時に彼は、なんか、まあ、亡くなって死因とかあるじゃないですか、うん、はい、もうそれすらも聞きたくなかったんですよ、あの、いや、なんか変なことがあったから、うん、あ、そう、うんうん、だからもう聞かんかったんですよ、うん、あ、そうなんやって言ったんだけど、うん、パッと彼の中でこう頭の中にイメージが湧いたのが、うん、はい、やっぱりあそこの内田さんが暴れてた和室の何もない部屋、うん、で内田さんがこう柱に
縄かけて首をくくってるイメージがパッと湧いた、実際聞いてないですよ、どうやって縄かけたっていうお話です、幽霊が出てこないんですけど、ちょっとずっと内田さん何者かと戦っていたってことですよね、まあ、ずいぶん長い間、だから僕はね、多分内田さん人殺してんちゃうかなってちょっと思うんですよ、もともとね、ああなるほどなるほど、部屋で殺してんちゃうかなとは思うんですよ、ね、はいはいはい、実際そのあとどうなったのかはもう、亡くなってるから聞けないっていう、じゃあ精神的にもやっぱおかしかったのかな、うん、ちょっとまあ変わった階段とか、そうですね、あと田中さんがこうドドンってやってた時、この人あの太鼓式マッサージとか入ってるんで怒られたら怖いなと思って大臣にずっと話聞いてました僕申し訳ない、会議行こうかなと思って怖いなその話、不気味ですよね、なんか、なんか最後までこうよく分かんない感じがすげえ怖いですね、その部屋にいて、あの部屋で地団駄してたのって内田さんのご家族とかじゃないですか、いやでもね、見た時には誰もいなかったんです、まあ、全部のその部屋の全部は見なかったけど、6割ぐらい見て人の気配がなぜしないんです、その後は、そうか、じゃあ誰かをぶったたいてたってわけでもない、そう、誰もいなかったと思うって言ってましたね、ご家族が亡くなられててとかもしれないですね、出て行ったって言ってるけど、まあ、いろんななんか余白を残す階段やな、そうですね、なんか後味悪い階段ですね、そうなんですよ、怖い怖い、確かに人間が一番怖いですもんね、幽霊よりもね、まともなこと言うなお前他思いつかなかった まともなこと言って怒られる、怒られます、怒ります、めちゃくちゃ怒ります、自物なんで確かに霊感ある人ってなんかその、ね、イメージが入ってくるってよく言いますよね、その亡くなられて、亡くなられたその、リアルタイム の、その景色が入ってくるみたいな、そう、あとそうかも、あのやっぱ土地的な悪さとかも、ああ土地はあるかもしれないですね、あったかもしれないですよね、もともと事故物件だったのかもしれない、その部屋がなんかあのまあもしかしたら内田さんの部屋が事故物件だとして、例えば縦にやっぱこう潰れてくっていう話聞いたことあります、あ、あります、あります、建物が縦なんだ、縦に移動するっていうんですね、そうですよね、例ってそう、なんかもうこの上とした一帯がもう全部事故物件になっちゃうっていうのは聞いたことあるから、まあ、もしかしたらまだこう拡大してってるかもしれないですよね、うちのワールドが、うちのワールドが、怖い話ですね、怖かったな、ちょっと早速次も伺っていいですか、あ、内田2、内田は終わりですか、2ではなくてでもちょっと、なんやろ、ちょっと短い話、あ、全然、はい、いいじゃないですか、はい、短い話、ちょっと挟みますわ、はい、お願いします、なんか次の話って階段って呼べるか、まあ、多分呼べない可能性高いんですけど、はい、まあ、逆にあのみんなに聞きたいなって、ああ、おお、なるほど、都市伝説っぽいっていう、多分それっぽいんですよ、はい、それが僕今東京に住んでるんですけど、もともと関西なんですよ、はいはい、で今でも仕事で関西に戻る時あるんですよ、で実家は神戸なんですよね、養父の、でその時はね大阪で仕事があって、はい、知り合いの家でちょっとご飯食べて、はい、で実家にそのまま戻ろうと思って、それがもうちょっと終電間際だったんですよ、だからその友達の家の前でタクシー拾って、大阪駅か JR の大阪駅まで向かったんですよ、大体15分ぐらい、でやっぱタクシー乗ると、これ階段収集あるあるだと思うんですけど、なんか怖い話ないですかとか聞くんですよ、あ、それ集めたりするんですね、だいたいみんな聞いてると思うんです、あ、なるほど、いいなそれ、ね、で僕も、まあ、あのいつも聞くんで、その時も聞いたんですよ、でも、もう当たりというか、話してくれる人ってほぼ少ないですよ、で聞いたらやっぱり、いや階段怖い話なんかないねって言って、多分さ30後半ぐらいの男の人だったんですけど、ないなぁと言って、あ、全然それは不思議な話でもいいですよって、不思議な話そんなないか、1個だけあるかなって言って、
で私ねって言って今は大阪でタクシーしてるけどもともと兵庫の神戸に住んでたんだよ、うん、で、あ、うん、僕も実家神戸ですよって言って、うん、あ、そうなんですねって言って、うん、で元の神戸の北区っていう、うん、ちょっと山越えて北のそういう新興住宅地があるんですよ、うんうんうん、そこに一軒家を中古物件の一軒家を借りて、うんうん、家族で住んでたことがあったんですよね、はい、うん、2階建てかな、うんうん、で奥さんと娘さんと、うん、でその時はタクシーというよりサラリーマンをしてたって言ってて、うん、で自分の部屋が2階の一番奥になんか書斎と寝室が一緒になった、うんうんうん、一人部屋がある、はい、でいつもそこで寝泊まりしてて、うん、朝会社行くためにそこから起きて1階に降りて家族とご飯食べようと思って、うんうん、そんなに長くない廊下を歩いて階段に向かおうとしたら、はい、その空中に赤いボールペンでポンってつけたようなちっちゃい点がある。空中に赤いボールペンでこう紙にチョンってやったら、はいはいはい、ありますよ、あれがあるんですよ、はい、ほうで、あれと思ってこれ目の病気かなと思って、うんうん、でもなんか飛蚊症とかね、うんうんうん、あるんですけど、ええ、でもこっから赤い点は動かへんなみたいな、うん、で掴もうとしても掴めないんですよ、うん、でもそこに確実にいるんですよ、うん、はあ、で気になるけど会社行かなあかんと思って、うん、そのままダタタタって階段を行って、うん、ご飯食べて会社行ったんですよ、うん、で帰ってきてもうその頃ことも忘れてて、うん、疲れたと思って自分の部屋戻ろうと思ったらやっぱあるんですよ赤い点が。え、何それ。赤い点何やろうと思って、うんうん、なんか疲れてんのかなとか思いながら、うん、寝室戻って、うん、で自分 あのベッドで寝て、はい、で朝起きて、うん、まあ、また忘れてるんですけど、はい、あ、ご飯食べに行こうと思って1階に降りようとしたらその赤い点がちょっとだけでかくなってるんですよ。あら、グリグリグリくらいになってで、でかくなってる、うん、でも掴めない、はい、でもそこにある。もう会社行かなと思って、うん、その会社行って帰ってきた。でやっぱあるんです、ずっとあるんですよ、うん、で3日目起きて朝見たらまたでかくなってます。でそれは平面じゃなくて立体なんですよ、はい、だから球体なんですね、球体なんですね、球体で大きくなってきてるんですよ、はい、で真っ赤、もう、うん、赤、真っ赤なんですよ、うん、これおかしいと思って、うん、ちょっと家族呼んでなんか変な赤い玉があるって、うん、でも娘さんも奥さんもそれは見えないんですよ。あんた疲れてんじゃん、病院行った方がいいとか言われて、おうおうおう、でもまあ仕事行かなかったんですよ、うん、仕事行って帰ってくるっていうのを繰り返すんですけど、しょうがない、うん、1週間続くんですよ、はいはい、その状況がね、うん、それがどん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 でかなんですよ赤い玉が、はい、で最後ねソフトボールぐらいの大きさ、ああ、まあまあこれぐらい、うん、おお、うん、1週間経って、まあ、でかいっすね、育ちましたね、これずっとあるってすね、うん、これが球体なんですよ、はいはい、でこう掴もうとしても掴めない、掴めない、もう怖なってきますよ、うん、これもう、ね、もう明日あったら病院行こうと思って、うん、でその日会社行って、うん、帰ってきたんですよ、うん、で帰ってきたらなくなってたんですよ、うん、であれ亡くなった、もう跡形もなく、うん、何にもなくなって、何やったんやろう、うん、って思ってその日寝たら、うん、朝5時4時に阪神淡路大震災が起きたんですよ、うん、マジですかそれ。だからその運転手さんが言ってましたけど、いやこれはその地震とつなげるわけじゃないけどタイミング的に本当に阪神淡路大震災の起こるその夜だったっていうんですよ、消えたのが、その1週間前から続いて、なんか関係あるんですかねって僕に聞いてきて、怖いっすね、その話なんか怖いでしょ、うん、で階段集めてたら、うん、東北の地震あったじゃないですか、うん、はいはいはい、はい、あの時に同じような体験した人がいるんですよ、それは赤い玉じゃなくて黒い玉なんですよ、あら、やっぱ共通してますね、そう、玉
は共通してるんですよ。関西は色が違うんですけど、これ興味深いっすね。これ怪談というよりはなんかちょっと都市伝説というか、確かに、うんなうん、怪談ではないかなって思ってる。都市伝説的なね、うん、やっぱその地震が起こるときって結構あの、うん、空気中というか、まあ、その大気ですよね、うん、に電磁波がやっぱ溜まるっていう話はあるんですよ。あうん、実際にやっぱその宇宙から降り注ぐその宇宙線だったりとか、はい、なんかそういった電磁波が溜まってでそれがあるそれがやっぱ量が多くなると、うん、その溜まってる地域で地震が起こりやすいっていうそういう研究データみたいなのがあるんですよ、うん、だからものすごいそういう大きい地震の時ってなんか一手になんか本当プラズマかわかんないですけど、うん、プラズマだとしたら触ったらもう大変なことになりますからね、うん、あそうだね、何かしらの影響は出るかもしれない、エネルギー的なもののそういう領域っていうのは生まれる可能性はまああるのかもしれないですよね。ただものすごい ね、それピンポイントの話なんで、うん、ちょっとわからないですけど、運転手さんにしか見えてなかったってことですもんね。そうなんです、家族は見えてなかった、うん、ってことですもんね。で北区なんでちょっと地理が分かりにくいんですけど、うんはい、その阪神淡路大震災ではそこまで影響ない、ね、あ、うん、そうなんですね、うん、ちょっと山越えてるんで離れてると神戸ではあるんですが、はあ、東北の方はもうもろに食らってるってことですか。 その、やっぱりそうです、人によって見えないところでやっぱ周波数的な問題もありそうですよね、うんうんうん、ちょっと不思議だな。いやこれは不思議ですね、うん、これはもう、うん、ムーに提供した話ですね。そうですね、うん、ムーにも話しましょう。確かに限られた人にしか見えないってことですね。すごいね、めちゃくちゃ面白い話だったな、うん、でも本人は、うんまあ、違うと偶然だと思いますけどね、うん、とは言ってたんですけど、いやでもずっと1週間ぐらいその玉が見えてるって、うん、やっぱ怖すぎますからね。怖いよね、深いな、うん、いつか飲み込まれるんじゃないかなっていう、ね、そのままでっかくなっちゃって、うん、だからあのご覧になってる人でね、はい、そう赤い点が見えだしたら、はい、なんかちょっとこう何かなんか予言めいたことかもしれない。確かに確かに、うん、ちょっとこう備えた方がいいんちゃう。そうですね、うん、っていうのはあるんですね、うん、もしかしたらねコメント欄とかでもあ、そういう体験、うん、いるかもしれないですね。ね、方いるかもしれないんで、ぜひ書き込んでみてください。はい、この話聞いたら余計怖いな。なんか怖いね、うん、見えたらね。あれが録画ボタンだよな。あれあれはいやもうこっちからあれ赤い点見えてますよね。はい、あれ録画ボタン大丈夫ですよね。成長しないですか。しかも2個あるし。大地震ですね。大地震ですね。2箇所で起きません。すいません、見出してすいません。あ、すいません、面白いです。あ、じゃあ最後に、はい。はい、僕が一番こう何ですかね、あの怪談の世界に、はい、あの入った、はい、怪談があるんでそれ聞いてもらおうかなと、はい、おそれなんかルーツみたいな話ですね。そうなんです、これ、はい、こっからデビューだなと。おお、なるほど。ぜひぜひ。あの友人のね K 君っていう人がいて、はい、その人があの釣り仲間から聞いて、うん、なんかある釣り場に夜釣りに出かけるんですよ、うんうん、でその時彼女がいたんで彼女と車に乗って、うん、夜11時ぐらいに向かってそれが日本海側にあるなんか、うんまあ、穴場のところ で、うん、で着いたのがもう12時は過ぎてたんですよ、うん、で早速釣りを始めるんですよ、うん、でも釣れるって聞いたのに30分とか1時間経ってもなんか魚の気配がない、うん、もう釣り趣味なんでいくらでも待てるから、うん、自分は楽しんでたんですよ、うん、でも彼女は全く趣味じゃないから、うん、暇そうにしだしたから、うん、自販機が見えたんですよ、はい、その海岸ってもう民家もないからだだっ広い海岸なんですけど、うん、自販機の明かりは、うん、あれ自販機やなと思ったから、うん、コーヒー買ってきてやるわって言って彼女を一人その場に残して、うん、自販機までコーヒーを買いに行って2つ買って戻ってきたんですよ、うん、でその彼女の傍らになんか人がいるんですよ。でその場所って車で来るようなとこだから、うんうんうん、車の音してないしな、うんうん、ちょっと心配になって小走りでバーッと入ってったら、うんうん、あの彼女が地元の方だよ、うん、みたいなことで紹介してくれて、うん、お紹介もしてるんですね。なんか楽しそうに話してるんですよ、はいはい、でしかも家族やってるんですよそれ、うんうん、え家族ぐるみで夜中に来たと夜中に来たお父さんとお母さんと中学1年生の女の子と小学校1年生ぐらいの男の子の4人家族で、はい、でなえなんかおかしいなと思いながら、うんうん、
彼女もワイワイ喋ってるからケイ君もその輪に入って話してたら、うん、お父さんがあの穴場ってここじゃないって言うんですよ。ほう、もっと奥、うん、ほうほうほう、だから一緒に行きましょう、うん、あの私案内するんでって言うんで、うん、でもそのケイ君は躊躇したんですね、うん、今会ったばっかりやしその家族、うんうん、そうですね。で彼女も別にあの釣り好きじゃないし、うん、でもその家族になんか何よりも違和感がずっとあるんですよ、うん、一番の原因が、うん、だからごめんなさいちょっと彼女と来てますからって断ろうとしたら、うん、その普段おとなしい彼女が行こうよって言ってちょっと強めに誘ってくる。うわ、なるほど。だから結局ケイ君彼女に折れて、うん、ついていくことにしたんですよ、うんうん、でこっちとか言って4人家族がなんか暗い方に歩いていくんですよ、うん、でケイ君もその彼女と一緒に後ろを歩いていって、うん、何気なくお父さんの後ろ姿を見た時に、うん、ずっとその家族に感じてた違和感の正体に気づいて、うん、それが本来あの隠れてるはずの服のタグが出てるんですよ、うん、はい、であれと思って、うん、なるほど、見るとなんかどうやら裏返しに来てるっぽい洋服がね裏になった、見たらズボンもぽい裏返し、うんうんうん、で家族全員を見たらなんと全員裏返しに来てる。怖いな、それちょっと不気味ですよね。であの日本のね風習でね、うん、はい、あの逆さごとっていう風習があるんですよ、うん、はい、それは死んでる人と生きてる人を区別するためにお葬式の際とか着物をこう左前にして、ありますよね、そういう生者と死者を分ける風習っていうのがある、うんうん、ありますよね。でケイ君がこれねなんかついていったらちょっといや気持ち悪いなと思ってなんか変なトラブルになるんちゃうかなって思って、うん、どうせ知らんしと思って、うん、あの彼女は全く気づいてない感じなんですけど、うんうん、もう彼女の腕を掴んで、ね、うん、そこからブワーってダッシュで逃げたんですよ、うん、で急いでその駐車場の車のとこまで行って、うん、彼女を助手席にこう押し込んで、うん、で自分も車に乗ったんですよ、うん、じゃあその彼女気づいてないから、うん、あのまあ息切らしながらなんであんたなんで手引っ張って、うん、せっかく家族連れてってくれてると思ったのに、うん、何してんの説明してよって言って、うん、いやお前え、分かってなかったみたいな、うん、あの家族全員服を裏返しに来てる、うん、そのズボンもスカートも、うん、靴も逆に履いてるって、うん、左右であれはやばいってって彼女に言った瞬間、うん、彼女がね、うん、すごーい、握手したんですよ。で、やばい、あーって聞いたこともないような声で笑い出したらしい、うん、でその瞬間、ケイ君がギアをドライブに入れて、はい、アクセルを踏んでるにもかかわらず、うん、車がザッザッザーってバックするんですよ。うわ、もうそこが逆になってる、お前このままやったら海に落ちるぞってケイ君が彼女に叫んだら、うん、彼女がね、なんかガッて前に乗り出して、うん、大丈夫、ちゃんと前に進んでるからって言って、うん、ハッて気を失ったんですよ、うん、で改めてもう一回アクセル踏んだんですよ、うん、もしキューって止まってガーって正常に乗り出した。坂道発進みたいな感じじゃん。海に落ちることはなかったんですけど、こう離れることができた、幸いに、うん、でもバックミラー見たらさっきの家族はもうそこまで来てて、ついてきてて、うん、なんかその表情っていうのがなんか怒るでもなく笑うでもなく、うん、どこか寂しげだったらしい。怖えっていうね。いや怖いな、あの階段でした。これちゃんと、もう怖かったマジで、急にすごいイメージできたもん、うん、なんかでもね、これこの階段面白いのが、うん、あの僕も実は階段っていうコンセプトで、うん、はい、体験された方に取材をしていくんですが、はいはいはい、この話ってもちろん 聞くんですよ、うんうん、で誰の話なんて知り合いに聞いたんですよ、うん、僕は。でその人に誰の話ですかって聞いたら、うん、自分の知り合いって言うんですよ、うんうん、でその人にもコンタクトして誰から聞いたんですかって言ったら、うん、私の知り合いって言うんですよ、うん、でその人に聞いたらまた私の知り合い、はい、その誰が喋ったかっていうのをたどり着けないんですよ、うん、全員知り合いから聞いた、うん、すごい。それこの僕のあべこべっていう階段ですね、うん、はい、だからこの階段ってちょうど、うんうん、あの都市伝説と階段のクロスオーバー的な、うん、あ確かに確かに感じがしてすごい好きなんですよ、うん、確かにそうですね、うん、
まず裏拍手なんて ね、うん、ちょっと都市伝説チックな話でですからね、うんうん、本当に体験したやつにはたどり着かないっていう、調べて、あ、すごいですね。じゃあもう本当出どころが全くわからない、わかんないですよ、うん、そこもまた怖いですね、うんうん、裏拍手自身がおめでとうの逆ですからね、うん、呪いっていうこと、左ハンドルにはならなかったんですよ。左ハンドルにはならなかったです。ならなかったです。それもう一個行きたいですよね。左、うん、ハンドルなってたらいよいよね、全部焼けだったら、うん。いやでも怖かった、最後の話は。な、急に裏拍手し始めるから、田中さんが。あるよ、怖い。怖いよ。裏拍手は。もうプロ階段家の話はやっぱり本当に聞きましたね。違いますね、やっぱり。彼の裏拍手とは全く違いました。ほんまですか、はい、彼たまにやるんですけど。いいですね、全然違いましたね。やっぱずれちゃうんですよね、難しくて。こっち難しいんだ、ちょっと難しいんですよ、そのプレーがずれるんですよ、ずれるんですよ、そうなんですよね、やばい、うん、いや怖いな、裏拍は。いや本当なんか夏先取りみたいな感じでね、ちょっと確かにヒヤッとさせていただきました。おそらく視聴者の方もねめちゃくちゃヒヤッとしたんじゃないでしょうか、今回の話は。最近暑いからね、はい、ご自身でも YouTube チャンネルとか、あ、そうなんですよ、やられてますよね。仮想場職員、元仮想場職員のゲタ花尾くんっていうことを、はい、2人で、はい、不思議大百科っていう、はい、まあ、怪談メインとしてはオカルト番組なんです、はい、でそれとは別に個人で、うんうんうん、都市が行くっていう、うん、田中都市議、都市、はい、都市が行くっていう、ただ都市が東京で一人で寂しく飯を食う、うん、あ、いいですね、好きです。呪物部屋で飯を食う、うわ、僕そういうの大好きなんです。好きです、ぜひ来てください、はい、マジでファンになるかもしれないそのチャンネルの、はい、ぜひ拝見する、はい、ぜひね、その2チャンネル概要欄に貼っておきますので、はい、皆さんぜひチェックしてください、はい、よろしくお願いします。一押しは都市が行くでございます。都市が行く、はい、はい、いや今日本当こういう話ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあメンバーシップに続きます。はい、はい、します。